滋賀の経済情報が集まり発信する番組「滋賀経済 NOW」さん、さん今回のテーマここに書き込んでおきましたよはいあの傘マークがあるんですけど何ですかこれは取材行った日は雨だったというい、丁寧に書いてありますね琵琶湖の方はこれはね誰でも簡単に琵琶湖がスラスラ描けるというこちらすごいこれを使ってね 書いたんですよ。はい。国用工業志賀から。はい。やってみます。やりたいです。はい。大好きこういう。じゃあ、ちょっと挑戦してみてください。い結構琵琶湖って。複雑な形してますよね。そうなんです。意外とですね。正確に書いてみますと。はい。おお、ちょっとこうね、入り組んだところ。そうですよね。なんかすごく。写経みたいにこう集中できますよね。写経。ね。 沖島とか竹生、はい、島とか,うかそういったものもね書くことができるんですよ、はい、おっ上手ですねですちょっと見ていただきましょうはい、はい、こんなふうに三輪さんはこの青いボールペンで書いた琵琶湖ですね私は鉛筆書きの琵琶湖ですけど。 しかもですね皆さんこのノートもまたすごい滋賀のお魚吉、はいうん、シノートーこれも国用工業滋賀が出してるんですけど琵琶湖淀川水池の吉も使われてるいるなるほどそういうふうにちゃんと地元密着のノートなんですね琵琶湖は滋賀の面積の六分の一なんですけど、はい、このノートも 国用工業志賀なんですが、琵琶湖のデータですね。そうなんです。すごい。しっかりとですね。勉強することができるという。はい。こういったものもあるんですけど。なるほど。次から次に琵琶湖に、をテーマにした、新しい文具を出して。このすごいですね。すごいですね。なんか、これで勉強もできるし、ちゃんとノートとしても使えるしっていうことで、一石何鳥にもなりますね。はい。はい。で、今回の特集戻ります。私が行ってきた、大見八幡なんですけど。町屋をですね、改装したゲストハウスなんですね。 今結構人気でですすよねねそうみたい京都なんかたくさんあるんですけど、はい、近江八幡にも今年7月にできました、はい、ご覧ください近江八幡市に来ています私の向こう側が日宗八幡宮そこから町の中に入ってきまして非常にこう風情のあるたた、えー、まいが続いているんですけどちょうどここがですね旧八幡郵便局坊主、えー、ーーさんの建築ですね ここもです、ね、お願いをすれば見学できるということなんですがその旧八幡郵便局のすぐ前にありますのが昔酒蔵だったところなんですねお邪魔します今ですねちょうど琵琶湖ビエンナーレが開催されているんですねいろんなこの芸術作品も展示されていますけども中に入りますとすごくこう縦に長い造りになってまして でこちらの建物がコワーキングスペース、あのいわゆるですね、えー、事務所として使うことができるんですね。ちょっとお邪魔してみます。失礼します。酒蔵の跡地は1500平方メートルある。このうち鉄骨造りの三階建ての建物をリフォームして作ったのが共同オフィスの工場大見八幡だ。ご覧のように。 たくさんの椅子、そしてデスクが置かれているんですね。ここで共同のオフィスとして仕事ができるようになっているんです。ちょうど今ここは2階なんですけども、ここから外を見ますと、大見八幡の街並みを見ることができます。一方、蔵の奥はギャラリーやイベントスペースとして使われている。酒蔵の中は広いですね。まだまだ奥まで続いていますけども、えー、その中にですね、 様々なアート作品がですね展示をされていますわあずっとまだ奥まで続いてますよそしてこれってもしかして麹室ですよねちょっと入ってみましょうか失礼しますああこれはもう麹室の跡ですねここねわその中にも こうやって展示がされていまして、こんな風な利用の仕方もあるんですね。こちらはゲストハウス、町屋イン。おもを改修して今年7月にオープンした。1階は和室2部屋。このうち14畳の部屋には最大で10人が宿泊できる。2階は洋室1部屋。津市2階と呼ばれる町屋独特の建築様式だ。 3つの部屋で最大19人が宿泊でき食事は提携している地元の和食店まで送迎している近江のその近江商人の,その,あの本家というかあの結構京都とか違ってあのここもそうなんですけどちょっとそのゆったりめのお屋敷というかあのお庭も広いですしあのちょっとお部屋も広間とかもあってですねっていうのもあるので。 やっぱりその近江商人の町家らしいゆったり感のあるそこそこの価格帯でちょっと勝負しようかということで元々言ってましたのは5060 50とかそれぐらいの方でちょっといいとこ泊まりたいなっていうあの今までいろんなとこ回ってきたけどちょっと変わったとこないかなっていうふうにお探しになられてる方ですねでそれとあと外国人の観光客もあの同じくですね ちょっ日本う日本な列って京都とかは東京とかゴールデンルートはもう行ったわとでちょっとその外れたところでちょっとあのみんながまだ知らんようなところ穴場にちょっと行ってみたいなみたいな人たちをちょっと想定したいなと思ってるんです皆さん、はい、ちょっとね、はい、地図を確認しておきましょう、はい、あの近江八幡のね、うん、今この赤い部分が八幡堀周辺となってますまあ、はい、旧市街地ですね昔にぎわいました、はい、今はですね あの JR 大宮八幡駅を中心に栄えているんですけども、このゲストハウスがあるのが旧市街地なんですね。その地図を拡大するとこんな感じになりますね。まあこのですねかつてにぎわった旧市街地をまた活性化させていこうというですね、うん、大きな目標があるんですけど、はい、あのこの酒蔵のはですね、はい、宮村さんの。 お父さんが自己資金でね購入して、はいえー、回収したものなんですね。なるほどで。親子で町の活性化をですね目指していこう、はい、ということなんです。2012年の6月からあの父と一緒にあの町屋クラブという二団体を立ち上げまして、で、まあこのまあ歴史あるちょっと広大な酒蔵の跡地をですね、まあなんとか再活用できないかっていうのをやってきたんですけど。 でその中で,です、ね、あの地元の人たちとかあの商店街ですね、ここの辺り、あきんド道商店街というんですけども、まあ、商店街の皆さんとか、あとはの大学生ですねあの、特に同志社大学さんとかも一緒になって、その活動を、まあ、付き合って一緒にやってくださったんですけど町屋クラブでは、父の功さ,さんが中心になって、旧市街の活性化やイベントスペースの運営に取り組んできた。表に開けるとですね 開、えー、けた途端に経費がかかるわけですそうするとねイベントというのをどん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 こういろんなことで広がっていってですねまあ3年目あたりからですね毎月毎週イベントが入るようになりましてねまあこれはありがたいんだけどもお皆さんにいろいろ使ってもらうのはありがたいんだけども僕としてはねまあそれだけに経費がどんどんかさむいうんかこのいいことを継続してやろうと思ったら。 何かやっぱりに、ね、なれそこで息子の敏則さんが勤め先の滋賀県庁を辞めて2015年4月に会社を設立12月からは地域特化型のクラウドファンディングサービスの運営を始め今年7月にはゲストハウスと共同オフィスをオープンさせたまあ今まではその特にビジネス感なくですね 4年間ぐらい、町茶クラブやってきたんですけど、で去年からですね、まあ、実際にこの旅館業とか、その菓子オフィス業とかですね、普通の業,業として、まあ、この地元のものを使って、ちょっと、あの,ーまああの,あの素、素材は地元のものなんですけど、まあ、業としては、もうこの全く普通の、なんていうんですかね、お仕事として、なんか。 やってですね、それでうまく回るようになればいいなとは思ってましてそれをやっぱりやらないことにはやっぱり最終活性化といいいうのはやっぱり難しいんじゃないかなかではなぜ宿泊事業を核にしたのか宮村さん親子は観光地近江八幡の可能性に目をつけた豊臣秀次が築き近江商人が発展させた城下町安土桃山時代の古い町並みが残っている。 日宗八幡宮水郷巡り種屋グループの新拠点ラ・コリーナ近江八幡など新しい人気施設もあるこれはですね、えー、一泊でもしてもらってそれで、まあ、昼間見るところは見てで夜は夜でまた泊まっていただきまた考えしていただきまたいろんな素材も出ていってもらってですねである日は天気が良ければ あ,あるいはあ水郷を出かけて行って手こぎの体験をさせてもらったりとかこういうものをやっぱりやっていかないとですね本当の大宮島のそういった歴史文化の自然こういったものの良さというのがね分かってもらってない。 のが大変だと僕は思いました年間その300万人余りぐらいの観光客は実際大宮八幡市まずいらっしゃってるということがありますし、まあ、今はまだ八幡実はこの外国人宿泊客ってほとんど来てないんですけど見込みではありますけれどもニーズがやっぱりあるんじゃないかとその大宮八幡ってそのまだこんな観光地観光地っていう感じじゃない京都とか比べるとですね捨てませんのでもう本当にその生活感が漂っている街なんです、うん 朝方とかですね、あと夕暮れ時ですね、もう大体大阪とかから日帰りで来られる方は、だいたいもう夕方になったら変えられるんですけど、ちょうど日が落ちるところらへんですね、で多分、あのカメラ、写真好きの人とかでもやっぱりそういうタイミングとかってすごい魅力的だと思うんですけど、まだそういったあの楽しみ方っていうのが、全然今の環境よしていただけてないと思ってるんです。だかからあの、なんですかね、 まあ一つはまあ京都と金沢と違った、あの生活感漂う、その八幡の街並み。で、もう一つはその、今まで味わっていただけてなかった、その。あの朝方夕方の、その八幡の景色ですね。そういうの、ちょっとこう、そぞろ歩きしていただくと、結構いい感じなんじゃないかなと思います。地域活性化は、日本の地方都市の永遠の課題。けれど、地元でお金を回す仕組みがないと。 諦めては道は道開けない酒蔵跡での小さな取り組みは町に一石を投じることができるのかほんまはもともとそこ住んでたものがほんで、まあ、今こういうなんて素晴らしいよねっていう,うに見直されてるんやったらじゃあそれでお商売してやってまた賑やかにしていったらいいだけの話なんですけどこれがなんか一回回って回って東京からお金つけてもらって。 なんかこれをまた伝統的建物を直そうとかで補助金出てなっててんか遠回りしすぎてる気がしてでそう、ね、じゃなくてやっぱりその地元であ地元で住んでた人である必要はないんですけどなんかその逆にこの昔ながらとかまあ日本のもともといいものっていうのがあのなんていうんですかねやっぱりあるっていうんだったら、まあ、それであのなんていうんですかね地域をこうじゅ経済も循環してですねあのそれでまあその 後に残残すべきいももののもるんであればそれがやっぱりベストやと思うんですよで,でもそれが絶対もう今の時代無理ですよっていうんだったらもうしゃあないんですけどそのうまく言えないんですけどここの少なくとも大宮町のこの辺はあのできる気がするんですよそのなんかその地元のこの建物で旅館したりとか地元の料理屋さんでツアーでご案内したりとかっていうのでなんか東京の人たちからお金いただいてですね。でなんか 何かやっていけそうな気がするんですななんかなんとなくなんですけど、うん、これでまああの,あのでそういうことができるようなところがあるんだったらあのそうすべきやと僕は思ってるんですので、まあ、これが地域活性化というかことやと思うんですやったらあのねなんかそのあで確かにうまいこと言えないんですけどそうですね、うん 皆さん活性化というと、はい、言葉では簡単ですけれども、なかなかね、たくさん課題もあります。そうですね。どうお感じになりました?。そうですね。あの、まず、その空間自体は、すごく素敵な空間を作ってらっしゃるなと思ったんですよ。ぜひ、私も行ってみたいなと思うんですけれども、ただ、その問題は、そこに行く目的。 としてそのもう少しいろんな目的を設定してもらわないとなかなかそこまで泊まりに行くっていうのはハードルがちょっと高いんじゃないかなとであるいはその交通手段であるとかそういったところのアピールをもっとしていかないと人がたくさん来るっていう状況にはなかなかなりにくいのかなというふうに感じましたね。うんうん 滋賀の観光の一つの課題がですね、はいうん、いかに宿泊してもらうかというのがう、ね、これは大きな課題なんですね、はいうん、でその泊まってでも行きたいという情報を、はいうね、どういうふうに届けるかというのはこれは大きなテーマですねテーマです。だからこそ可能性はあるんではないかなというのはすごくあると思いますはい、うん 会社の名前がね「ワラビー」っていうんですけどワラビーっていう動物ご存知ですかわらびーカンガルーみたいなはいそうオーストラリアに住んでカンガルーよりもう少し小さな動物なんですけどなぜ「ワラビー」っていう名前にしたかっていうとワラビーっていうのは後ろに下がることができない動物なんです交代できないんですね前に進むしかないというなんですですから覚悟がですね表れてると思うんですよねこの会社の名前にね。 その覚悟を持ってして。そうですね。もうここまで来たからには進むしかないと。うん、どん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 開拓していってほしいですね。そうですね。はい。そのあたりは、私もですね、エールを送りたいなと。うん、はい。ぜひ。はい、はい。以上、特集でした。ここで一旦、コマーシャルです。次が、経済ナウ。ここで、今週のニュースです。 地場産業や地場産品の需要拡大や技術の継承などを目指した推進協議会の初会合が開かれました滋賀県では今年3月、大見の地場産業及び大見の地場産品の振興に関する条例が施行されました今回の協議会は学識経験者と地場産業の関係者など14人で構成されていて 県が今年度中に策定する基本指針などについて協議する予定ですサイクリストの聖地ともいわれる瀬戸内しまなみ海道を有する愛媛県今治市の菅良治市長が森山市の宮本和弘市長とショートビワ市を体験しました全長およそ70キロのしまなみ海道サイクリングロードには昨年度は国内外から およそ35万台の自転車が利用したということで森山市としては先進事例を学びたい考えです16世紀からインドを支配したムガール皇帝らによって受け継がれてきたインドの宝飾文化を紹介する特別展が10月1日から甲賀市信楽町の美保ミュージアムで開かれています開幕を前に9月28日に月日は 報道関係者を対象にししたた。内覧会が開かれましたこの特別展はカタール王族のアルサーニ殿下が収集したムガール皇帝とマハラジャの宝飾品のうちおよそ180点を紹介するもので日本での公開は今回が初めてとなりますこれは世界最大といわれるカットブルーダイヤモンドアイドルズアイで70.21カラットもあります 続いては経済イベント情報です今回で19回目を迎える琵琶湖環境ビジネスメッセが10月19日から3日間の日程で長浜バイオ大学ドームで開かれます。 今回は288の企業団体が出展します。なお入場は無料です。滋賀銀経済文化センターでは企業の要となる管理者養成セミナーを10月25日と26日の2日間、大津市の滋賀銀浜町研修センターで開きます。なお定員は30人です。企業ワンデイチャレンジセミナー 企業への道しるべ新しい私が始まる日が11月26日に大津市のコラボ滋が218階にある滋賀県信用保障協会で開かれますこのセミナーは滋賀県信用保障協会が開催するものですセミナーではファイナンシャルプランナーの西山明子さんと税理士・行政書士の小川宗彦さんが講演するほか、 参加者の交流会も開かれますなお定員は30人で参加は無料です皆さんはパン好きですか、はい、大好きです美味しいパン屋見つけたんですははい。はい。ちょっとご覧いただきましょうかあぜひぜひ国道161号沿いに広い広い駐車場がありましてね、はい、大津市の小野なんですけどもラサンテというですねパン屋さんです、はい、パンがご覧のように50種類ぐらい 毎日いいいてるんです、ね、いいですすねもう店内広々<っ>そしてもう一つ景色が見てください最高じゃないですかこれ最高なんです、はい、外に出てお散歩したりすることもできますうわこれすごいいやほんと時間を忘れるね昼寝とかしたいですね,ですね外ではいいいですよね でご夫婦でねやってらっしゃるんですけどもご主人がこうね一生懸命パンを焼くんですが飛騨山系のいい水を使ってらっしゃるので、ね、ああなるほど、ねはい、非常に美味しいんですよねこねる水がいいってことですね、はい、奥様とね二人三脚で頑張ってらっしゃるんですねやっぱり景色とまあ,あの水が美味しいのではいあのパンが美味しいって言っていただけますしうちはレーズンの入ったパンが今もう飛ぶように売れてるので はい、レーズンブレッドとかレーズンいっぱい入れてるのですごく人気ですダイエルンっていうあの一本丸々ウインナーがのってるやつとかあとはあのフランスパンも人気が出てるので予約が多いですのではい一日限定数があるのでいやすごい美味しそうだしあの景色最高ですねちょっとね 外にもテーブルがありますので、いいですね。おいしいパンを買って外で食べる。問題はね、種類が多すぎて悩みますよね。どれを食べたらいいのかっていうのは、これはもう絶対悩みますね。うわ、ちょっと行きたいですね。嬉しい悩みですけれども、ぜひあのテイクアウトでも大丈夫ですし、お店でイートインでね、カフェとして楽しむこともできますので、はい、ぜひお出かけください。ありがとうございます。 さて次回はですね、トーレエンジニアリングです。はい。あのトーレグループにおけますエンジニアリングの中核を担う企業なんですけど、うんはい、エンジニアリングってわかりますか？エンジニアリングなんか理系の人っていう感じです。えっとね簡単に言うとね、はい、物を作るための機械を作るっていう、はい。おおなるほどです。意味なんですよね。はい で、この東レエンジニアリングは、もうすごいなと思ったのは、やっぱりね、技術開発型企業なんですよ。うんなるほど。開発部隊と呼ばれる方が。はい、いどん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 開発をしてから売るってことですね。そうなんですよね。はい、その力が、やっぱすごいというのがね、取材して感じましたので。次週詳しく、お伝えしたいと思います、はい。はい、楽しみにしてます。さて、今週、三輪さん、何か気になったことありますか。そうですね。あの、小池都知事が誕生して、はい、えっと、まあ。 あの所信表明みたいなことあったと思うんですけれども。 東京オリンピックがどうなるかということが連日報道されてるじゃないですか、はい、であの東京オリンピックと銘打ってる割には、うん、ボートの会場を宮城県に作るっていう話が出てきてまして宮城県は、まあ、あの震災で被害を受けたということで復興五輪っていうことも名目として上がっていたので復興に資するということで宮城県に会場を作ってもいいんじゃないかっていう話もあったんですけれども。東京から宮城県って 三百五十キロぐらい離れてるんですよ。うん、で、そうするとコンパクト五輪って言ってたのに、結構遠いでっていう話になるじゃないですか。うん、で、東京から滋賀県まで四百五十キロなんですよ。うん、で、三百五十キロと四百五十キロだったら、なんかもちろん四百五十キロの方が遠いんですけど、琵琶湖があるじゃないですか、滋賀県は,はい、日本一の琵琶湖が、うん。はい。だから、はい、もう今や東京オリンピックと言っても。うん 琵琶湖まで来てもらってもいいんじゃないのかっていう大賛成ですねまあちょっとちょっと暴論なのかもしれないんですけど世田谷のねこのボート会場はこれもう名門中の名門ですから朝日姉があったとか、はい、あるいは和歌山国体の時も国体会場として使われている、うん、日本有数のボート会場があるじゃないですか、はいうんうん、でその。 お金をかけないようにすることができるのであればちょっともうそういうことも考えなきゃいけないような状況に来てるんじゃないのかなっていうことをちょっとニュース見ながら思っていましてだって富士山日本一でしょ、はいうん、見て日本一の琵琶湖も見れば外国からのお客様もこんな嬉しいことはないでしょううで、ね。うんなんかその東京オリンピックだから関西の方ってやっぱちょっと冷え,冷えた感じもあるじゃないですか。ででもちょっとここで まあその関西に来てもらうっていうことももしかしたらちょっといや手を挙げてもいいんじゃないでしょうかっていう気がしてきたんですよね、ええ、これぞね、はい、東京オリンピック市がスポーツツーリズムでたくさん来ていただいて、うん、じゃんじゃんお金を落としていただいて琵琶湖テンプレートも売れてですね、うん、ええ、国有興業しかも儲かるといういいですね、ええ、はい だかそうするともはや東京オリンピックじゃないんですけどね。うん、はい。まあ一部ということですね。そうですね。ね。そういうのもでもありかもしれませんね。んはい。とにかくちょっとあんまりお金をかけすぎた。 ことはちょっと負担が大きいのでねちょっとやめてほしいなということは思いますねはいぜひより良きものになるようにはい。まあ私たちのね力はそんなに大きくないですそうですね見守っていくしかできないんですけどねそして番組を通じていろいろね滋賀のために滋賀の経済のための発信ができればそうですよね嬉しいなと思いますははい。い。もしかしたら小池都知事がこの番組をですね見てるかもしれない万が一見てたらちょっと考えてくださいっていうそして滋賀が活性化すればいいんですようん ぜひ楽しみにしたいと思います、はいはい、市が経済のあ次回もどうぞお楽しみに